もしもし、吉野先生、はい、文部科学大臣の萩生田光一です。どうもありがとうございます。この度はノーベル賞の受賞、誠におめでとうございます。先生 のリチウムイオン電池の研究、長い間のご苦労が実って今日の日を迎えたんだと思います。我々もあの研究の水準の高さが国内外に示されたことを大変誇りに思っております。ありがとうございます、はいはい、特にこれからですね、小学生や中学生に、はいはい、プログラミングを学んでもらわなきゃならないのに、はいはいはい、日本は非常にパソコンの普及率が遅れてまして、恥ずかしいことに。なるほど、はい、先生が研究をしていただいてポータブルのパソコンやタブレットが出てきたんで、これをですね、明日から国会の論戦でしっかりアピールさせていただきたいなと思ってます。頑張ってください、はい、これからもぜひお体気をつけてご活躍ください。まだお取り込み中だと思いますので、とりあえずお祝いのご挨拶で失礼させてもらいます。はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。こちらこそご活躍お祈りします。おめでとうございました。嬉しいですよね。嬉しいですし、誰もが分かってる知ってる研究の成果なんで、すごく分かりやすいかなと思います。リチウムイオンはですね、まさにもう生活の中に、溶け込んで、そして皆さんが暮らしを前進させてきた大きな研究だと思います。今ちょっと、興奮気味で話してしまったのは、ICT 環境を整えようっていう先に、こういういいニュースが入ってきたので、まあ、こんなこともぜひ皆さんに理解していただいて、日本初の研究によってタブレットなどが小型化されたり、ノート型パソコンが出てきたわけですから、その成果を日本の子どもたちにもぜひ享受してほしいなと思いますので、頑張りたいと思います。